打ってきます。4年生にとってはもちろん最後の大会になります、スーパーカレッジバレーです。ここをしっかりと勝って3位という、誇れる勝利を手にして大会を終えたいというところになります。両チームのメンバーがこれから紹介をされていきます。この3位決定戦、それから明日の決勝戦には両チーム100人ずつまでの入場観戦というのが認められています。日本大学のスターティングメンバーです。日本大学がサーブ権を取りましたので、セッターの谷越洋介のサーブから始まります。以下、下田正明、松永亮斗、そして水島武史、畑俊介が今日はスターティングメンバーに入ってきました。そして西岡大成というサーブ順になります。リベロにはまず万場修也が入ります。で、後ほどメンバーを改めてご紹介をいたしますが、今日は中原修也という58番の1年生リベロがいるんですが、彼がメンバーから外れて52番の中村秀治というリベロプレイヤーも入っています。今入っていくのが29番の万場修也です。指揮を取るのは石渡光一監督です。続いて順天堂大学のスターティングメンバーです。こちらはファーストサーバーが今ライトフロントライトに入ってますが、20番の染野光、以下中谷香織、9番の岡本翔吾、15番の金沢龍也、田中翔力、そしてセッターの小野博夢がサーブとなります。リベロにはまず高橋和幸が入ります。指揮を取るのは飯塚初義監督です。会場も男子も3位決定戦からはこの大田区総合体育館へと舞台を移しての戦いになります。第1セットは左側に日本大学、右側順天堂大学です。主審は中西浩二さん、副審関野智人さんです。谷越のサーブで試合が始まります。いきなり崩しました。いいスタートをまず切りました。日本大学最後叩き込んだのが下田正明、染野を狙って崩しました。谷越、もう一つ、これもちょっと崩れましたが染野が入ってきました。畑が上げています。下田レフトから、ここはうまくリバウンドにしました。畑のバックアタックよく上げています。小野が入ってまたレフト染野落としていきます。これはよく上げました。さらに奥を狙いましたがこれもつながります。染野当てる、ブロック3枚つきました。この長いラリーを取ったのは順天堂大学です。3枚でしっかりとシャットアウトしました。これで順天堂大学も一つサーブ、ローテーション回りまして染野光のサーブです。1年生です。下田ワンタッチつながっています。下田は入り直して抜きました。うまく足を合わせて決めていきました。下田3年生以下、2年生、1年生の選手たちも本当に1年生の代から出番を得ているという選手たちの日本大学、それは順天堂大学も同じ。ブロックアウト、岡本翔吾です。
海知高校出身の3年生岡本翔吾です。左利きのプレーヤーです。サーブは中谷薫1年生、この人はセッターもできるというプレーヤーです。ピック松永亮斗を見せてきました。谷越ちょっと離れましたがどうでしょう。岡本谷越入りましたが得点は順天堂大学です。これで岡本翔吾のサーブになります。セッターの小野博夢が前に来ているのが順天堂大学です。崩したリベロは今サーブレシーブなので日本大学は中村が入っています。これは返すだけになりました。チャンスボールは日本大学になった。肩長いコースワンタッチなし、ブロックタッチ。今日は高橋瑠衣がベンチから出番を待っているという日本大学。畑が先発に入っています。畑を狙うでも崩れない、そのまま入ってきました。今度はしっかりブロックタッチを取って点にしました。スターティングメンバーに入らなくてもセットの途中であったり、あるいは第2セット第3セットの初めから肩を使うというのはやってました日本大学。サーバー水島武史、逆サイドネットイン、落ちた落ちた、ネットインで取ってきました水島。田中ショーン力もよく手伸ばしたんですがその後つながりませんでした。順天堂大学です。もう一つ今度は上げています。リバウンド、もう一回順天堂大学クイックボトリで岡本、岡本連続を日本大学に取られたとしてもすぐに取り返してまず追いつこうぜ、そういうところはできている順天堂大学です。サーブは金沢龍也、中村しっかり上げている、下田ライトブロック、染野のブロックポイントになったようです。1枚しっかり止めてました染野。駿台学園出身の1年生です染野光。上げた中村、もう一回下田を使う、おお、つながったつながった、染野つないだ中村、ああ超えた、真ん中で岡本、ワンタッチはなし。お互いに2連続2連続というのを取り合っています。ここはナイスレシーブでした岡本、まあ、よく残していました。またネットイン、また来た、水島に続いて今度は畑もネットインでサービスエース取ってきました。染野はまあより強いサーブ警戒してちょっと深めに構えてたんですがその前に落ちました。もう一つ畑、今度は前、染野を崩す、でも入れるぞ、よく返した下田、リバウンドフォローしました万波。畑バックアタック入ってない。お互いにこうしてしっかりリバウンドを取り合うという展開でまず始まっています。4年生田中ショーン力のサーブです。パタ柔らかく落としました。これでサーブが西岡大成、でも拾ってるぞ、あ低い、返した畑、チャンスボールは順天堂大学、クイック、落ちない落ちない、下田落としている、うまい、こ
このクイックでちょっと落とそうとしたんですがよく上げました。最後は下田、飛び込んでいったのが西岡大成でした。もう一つ西岡クイックワンタッチ、中谷のクイックで取ってきました。市立船橋出身の中谷薫のクイックでした。これでもう一つ回ってサーブが小野博夢、フローターで下田狙い崩れない、下田に折り返しクロス、序盤は今この下田に少しトスが集まっているという日本大学です。ここまでは得点はアタックで4点ですけれども、しっかりリバウンドを取っているのでアタックではまだ落としていないという下田。染の中に入ってきた、中へも交えて展開しました。小野最後決めたのが染の、旗が拾う、水島アタッチ、岡本近い、もう一回順天堂大学、さらに岡本クロス、水島が上げた、縦中谷ちょっと叩けない、中村のトスから水島つながっています。よく残した小野、岡本ナイスラリーでした。取ったのは順天堂大学です。水島ブロックアウト狙ったんですがよく残しました。高橋最後は岡本クロスで長いコース狙いました。いい粘りがありました高橋和幸。水島を崩す、それでも入る、真ん中から旗、ワンタッチ取っています。これでそうですね、旗が前に来てフロントレフト、水島は真ん中です。これでリベロ変わりまして、サーブレシーブで中村秀春がリベロに入るという日本大学です。52番が中村です。その中村が上げる、ライトから下田、ノーブロックになりました。中村はリベロで今日中原に代わって入りましたが、彼はビーチバレーの少年国体で優勝したという選手の、まあ、そのペアの一人でもあります。田中翔力アンテナです。長い手腕を生かして取ってきました田中翔力。岡本水島崩れない、クイック、西岡体勢を見せてきました。これで日本大学が13点目、目の前田中翔力で、その駆け引きでここは西岡体勢うまくちょっとスロットずらして決めました。今年のスーパーカレッジバレーでは8点と16点のテクニカルタイムアウトはありません。その代わりこうして13点目をどちらかのチームが取りますと消毒のタイムアウトとなります。今白帯を消毒もしているという副審の関野さんです。この時間はサッカーでいういわゆる飲水タイムに当たります。日本大学のリザーブのメンバーです。沢田亮、神戸修馬、高橋瑠衣、神原豊、三木大成、それからあとは立原優斗で、中村秀春は先ほどもリベロとして出てきています。今日は中原修也がメンバーから外れたというのが日本大学です。でこれで今ディグなのでリベロが29番の万場修也というのが日本大学です。田中翔力、水島上げた、よく入りました。3枚来てる、旗裏に落とす、岡本、あのタッチネット、順天堂大学3枚は揃えましたがタッチネットの判定になりました。
その後はよく上げてました。ここで2つリードの日本大学、強烈上げた高橋、レフトからさらにリバウンド、クイック田中翔力、よく残しました。万場修也、旗ラリーになりました。バックライト岡本、タッチネット、今度は日本大学にありました。このラリーは取ったのは順天堂大学です。この金沢がしつこくリバウンド取ってというのがありました順天堂大学。前を狙う、上げた中村、下田、前、金沢のサーブの狙いどころは非常に良くて、真ん中にポトリと落とすようなサーブでしたが、それをしっかりとリベロの中村が上げて、最後は下田が決めました。これも抜けていれば染野が崩されていただろうというサーブになりました畑。これで前に中谷が来ます。サーブが田中翔力、レフトに下田、上げています。動き直して染野をもう1回ツーもフェイントで岡本ブロックアウト。ここは染野しっかりリバウンド拾って真ん中から岡本、もう一つ田中翔力、下田を狙う、旗ワンタッチ、クイック中谷、ここで今度は順天堂大学が一つ前に出ました。そろそろ切りたい日本大学、まっすぐ田中翔力がよく入りました。染野、落ちてない、落ちてない、小野が前に返す、クイックもあるぞ、クイック来た、連続で今順天堂大学来てたんですが、それを一つ止める形になりました。しっかり谷越もクイックを使いました。真ん中でリベロの高橋に拾わせて、岡本の真ん中からの攻撃をおそらくは消そうとしたんですが、ちょっとネットを越えませんでした。サーブは小野、ブロード来ました、ワンタッチ、松永亮太にはこのブロードという武器もあります。下田上げて、最後は松永ブロックアウトに持っていきました。染野の中からこれ上げた、万場残した、畑、下田は左で返す、岡本、岡本はこれで今日アタックで6点目になりました。ブレイク、まあ、連続得点もっと行こうぜという声が順天堂大学ベンチから飛んでいます。まあ、だからこそのサーブの染野の攻めでした。染野は早稲田の伊藤と同じ駿台学園出身のプレイヤーです。まあ、伊藤も対戦は楽しみと以前コメントをしてました。岡本、大外のいわゆる C のスロットからちょっと中に入って A ぐらいのスロットで打ってきました岡本。サーブは中谷、ブロックタッチは取った、岡本近い、これていません、オーバータイムです。クロスに打っていこうとしましたがちょっとうまくいきませんでした。まっすぐは切られて、だからこその超クロスに打とうとしました。
ここで日本大学が選手交代です。松永に代わって神原豊が入ります。準決勝でもこの人はサーブでポイントを取っています。相手からすると、この人が入ってくるだけで超パンチ力のあるサーブが来て、でそれをずっと続けるというのは非常に嫌だ、そういう声を聞きました。これで松永が戻ります。先に20点が順天堂大学。ここでサーブが岡本翔吾、受け止めた下田、溜めて旗、落ちています。飛び込んでいったのが高橋、ただ落ちていたという判定になりました。フローターで水島奥狙ったんですがちょっとアウトになりました。先ほどはジャンプサーブで崩していったというのが日本大学。金沢、ヘッドイン、ちょっと離れました、旗、シャットアウト。ここで2点リード、順天堂大学です。タイムアウトは日本大学です。このセットの終盤のところで大事な連続ポイントが来たのが順天堂大学。ただまだ2点差、2点ビハインドというのが日本大学です。いい表情にしようぜ、そんな声が日本大学ベンチから聞こえてきました。この谷越が4年生ですが、それ以外はほとんどが3年生以下という若いチームでもあります、日本大学。この中村秀春も1年生。金沢、中村が上げる、ちょっと離れました、旗、上げた高橋、攻めろ、ブロック、落ちてない、落ちてない、よく上げた、下田が来た。ただ順天堂大学の粘りは見事でした。拳を握ったのは谷越。最後はこの下田が決めてたんですが、その前にナイスプレーがありました、順天堂大学です。金沢が一旦下がりました、順天堂大学。後ろにこの鳥原陸を入れます。4年生の鳥原です。真ん中、岡本超えた。もう一回順天堂大学です。さらに岡本ブロック、1枚で止めました下田、これで追いつきました。ここはまず畑がよくコースに入ってました。その後もう一回岡本、ただしっかりとブロックにしました。今度は順天堂大学タイムアウトです。ここまではまず一つタイムアウト取って成功したぞというのが日本大学、追いつかれたのはこちら順天堂大学です。場内では日本大学の方の、応援席の方から声が飛んでいました。染野上げています、入ってきた、水島つながってる、マンバ、下田前に返す、小野が拾う、高橋のトスから染野がクロス、小野に一つ目は拾わせた下田、ただこのナイストスでした高橋、最後決めたのが染野。
越はどこだ、下田だ。一つ返そう、そんな声が聞こえた順天堂大学サイド。染野リバウンドうまく取りました。もう一回コースに入ったのが下田、ただ勢いが勝りました。セットポイント順天堂大学。鳥原もしっかりと後ろの守備の強化もしてます順天堂大学。サーブは小野、前を狙う下田、松永おとりで後ろから入ってきました。ここ中谷もしっかりリードブロックでついてはいってましたけれども、うまく切り返しました。デュース、上げた鳥原、染めの長いコース、ワンタッチはありません。今度は日本大学がセットポイント。タイムアウトは順天堂大学です。ここまでの数字をご覧いただいています。アタック決定率、サーブレシーブ成功率、それからブロックの本数です。ブロックの本数は順天堂大学が3本あって、日本大学には1本となっています。順天堂大学の方がアタックを多く打っていてという数字でもあります。それだけですからリバウンドをしっかり取って、もう1回自分たちの攻撃にということをやっているというのが今は順天堂大学の方、日本大学もそういうシーンがあります。さてブロックを強化するようで澤田亮が入ります。岐阜商出身の澤田亮4年生、水島と代わっての投入です。谷越クロス、岡本決めた。再びのデュースです。これで水島が戻ります。澤田との交代です。でその前に、順天堂大学もローテーションが回りましたので、金沢を前に戻しました。そして水島も戻ってきたのが日本大学です。水島こうやって返す。チャンスボールは順天堂大学、岡本。いいサーブの狙いと崩しと、そこから自分たちのボールにしての最後岡本。セットポイント順天堂大学。前にはこの金沢もいます。さらに染野、今度は水島ライトに来た、クイック落とした、うまい。松永が真ん中から落としていきました。これでサーブが下田。少し動かしたライト、岡本ブロック、フォローした、攻める、おーっとかぶった。岡本それでも打っていく、谷越よくつないだ、残しました。マンバチャンスボールは順天堂大学、小野どこだ、ライトだ、岡本ワンタッチ、つないだ下田、水島。お互いによく粘りました。取ったのは日本大学。これで日本大学がタイムアウト、このセット2回目を取ります。まず日本大学が2連続で追いついてデュース、さらにセットポイント、その後順天堂大学取り返し、またしても日本大学取り返しという中で、第1セットのセットポイント、また日本大学です。
石渡監督が細かく指示を出しています。サーブはまだこの下田です。先ほどは崩されかけたんですが谷越触って、その後に万場修也がよく残していました。日本大学もう一回しのぎたい順天堂大学。下田いいサーブだ。でも上がった風は一枚コースに2人で入った日本大学、それでも決めました金沢龍也。足利が高大附属出身の金沢龍也が決めています。水島落ちてない、落ちてない。金沢近い、左手で何とか返す。下田真ん中から来た。小野が上げています。あーダブルコンタクト、まあ、中谷ですので、まあ、セッターも交代はやろうとしてましたが石渡監督の判断でここはやめました。田中正力上げた、下田が上げた、レフトに旗落とした。真ん中にポトリと落としていきました。競りました、競りました。第1セット取ったのは日本大学です。序盤から本当にお互いに競り合いまして、終盤になっても競り合って、最終的には27対29、日本大学がまず第1セットを取っています。この第1セットだけを見ましても本当に長いラリー、高ラリー、いい守備というのがありました。順天堂大学のリザーブのメンバーをご紹介いたします。鳥原理香は先ほど入ってきました。森垣拓磨、福池亮太、松下正明、で村上正弘、それから岡野啓太、亀山拓実というリザーブのメンバーです。10番の松下は試合の途中から入ってきて、サーブレシーブも少し強化しよう、まあ、そういった中での起用もありました。まずは第1セット取ったのがこちら日本大学です。では第1セットを振り返っていきましょう。スーパーカレッジバレー男子の3位決定戦、今年は日本大学と順天堂大学の顔合わせになりました。いきなりサーブで崩したのが日本大学。一方の順天堂大学もファーストポイントは3枚でしっかりブロックで取ってきました。今日は畑が先発起用になった日本大学、その畑もしっかりと決めています。さらにクイック、西岡、それから松永といったミドルブロッカーもいいプレーを見せています。セットポイントも迎えたんですが、デュース合戦、最後は畑がうまく落として第1セット競りましたけれども、日本大学が27対29とリードして取るということになりました。下田はここまでアタックはまだ一つも失敗がありません。第1セットのスタッツをご覧いただいています。サーブで日本大学は2つポイントがきました、それ以外でも崩すというのがありました。ブロックは順天堂大学に3つ、日本大学に1つという第1セットでした。
下田は今アタックを18本打ってるんですが、継続になったものですからリバウンド取れたというのが9本、得点が9、まだですからアタックで落としてないという数字になってます。第2セットです。左側に順天堂大学、右側日本大学です。リバウンド堀越、これで畑は止められたんですが、これを2で打ってきました谷越。ジャンプサーブ深いところを狙いました金沢、取る染野。1年生の染野、まあ、春高金沢が止めています。ちょっと低くなりました、まあ、それをしっかりと金沢止めています。2年生の金沢、まあ、春高でも2017年どうでしたかね、ベスト16に入りました。ここまで好調の下田畑の両アウトサイドヒッターがかなり打数も多くなってます。崩した、でもつながった岡本、奥狙いですがアウト。まあ、ジャンプサーブの強烈なものがありますので深く構えてしまうんですが、それを逆手に取って真ん中に落としました下田。今度はこれも前、染野の前、岡本落ちない、水島落ちてない、落ちてない、どうかな、水島よく合わせました。ふわっと行ったんですがここに飛び込んできました高橋。最後は水島ブロックタッチをしっかり取って決めました。間に合うかな、間に合った、間に合った、よく間に合いました高橋、つないだ、お折り返し水島、まあ、ちょっと1本目流れかけたんですが畑しっかりフォロー、最後水島です。タイムアウトは順天堂大学。序盤にまず大きな連続得点が来ました日本大学です。少し笑顔も見えました畑、それから水島。3点差ではありますがまだまだ序盤というところで落ち着こうぜっていう意味のタイムアウトでもあります順天堂大学。ここ3年間の成績ご覧いただいています。昨年の大会は準々決勝までは進みました。その前が3回戦止まり、まあ、ベスト16というところで涙を飲みました。今年はまあ準決勝まで進んでもう一つとはいきませんでしたが3位をつかみ取るというチャンスが来ました。下田今度は少しスピードを落としてきました。岡本ダブルコンタクト、下田のトスになったんですがそこがダブルコンタクト取られました。ただこの人のサーブのところで長い連続を取ってました日本大学。クイックアルト来た、ブロック、もう一回中村がフォローした畑、染めのブロック、落ちてないが落ちます。このその後のフォローはあったんですが得点は日本大学。染めの、まあ、松永がいてそこで止まりました。クロス真ん中で拾わせてサーブを拾わせて染野の入るコースを消そうとしていました。ただ岡本がしっかりクロスに決めています。岡
岡本はここまでアタック23本放って9得点です。クイック、高橋が受け止めた、残した岡本、金沢はこれは前に返す、下田ワンタッチはなし。こちらもレッ西岡体制です。西岡はこれで今4分の3というアタックの決定になっています。湯島ジャンプサーブ、染野を狙う、ちょっと距離はありますが岡本残す、繋がった、旗上げた、高橋、なぞはワンタッチなしでアウトになりました。ストレートで少し切り返して打っていったんですが、金沢のスパイクは切れていきました。再びの連続得点は日本大学、ネットイン、ワタッチ、そのまま上、下田だ、少しタイミングをずらしながら田中翔力は飛んでましたが、その上を行きました下田。4点リード日本大学。もう一つ水島、今度はフローター、田中翔力、水島が入る、アウト。181センチとは思えないような高さがあります田中翔力、まあ、腕も非常に長いプレイヤーです。ネットを越えた、レフトで畑、金沢が上げる、岡本ワンタッチ、つながってライトから下田が来た、これはなんとか返した順天堂大学、チャンスボールは日本大学、クイックもあるぞ、おとり、下田クロスがアウト。粘った順天堂大学にここは得点が入りました。よく粘りました。1枚でストレートを染めのがブロックで切ってましたけれども、クロスに打って、ただ下田のスパイクはアウトになりました。触った、金沢触った、染野奥狙い、下田が上げる、水島真ん中、ちょっと合いませんでしたがよく上げた、岡本も真ん中、もう一回動き直して染野、旗、これも上がった、飛ばした、染野粘る、俊介ゴーがかかって旗が打つ、奥狙いで染野上げた、中村ラリーになった、下田、本当にボールが落ちません。最後は下田、また長いコース狙って、見事なバックアタックです。これで下田が前に来ます。サーブは畑、先ほど俊介ゴーの声がかかってました、畑俊介、ネットイン、田中翔力上げています、下田真ん中、おー、うまい、タイムアウト、順天堂大学です。笑顔とがっちりと握った拳が見えました、下田正明。3連続、その後順天堂大学も2連続を取ったんですが、ここでもう1回日本大学が2連続ポイントとなっています。下田は今得点がトータルで13得点になっています。アタックで今24分の12というのがここまでです。でそれに旗が続いています、6得点です。
順天堂大学は岡本が一番取っていて11得点、染野はサーブで少し狙われているというのもありますけれども5得点となっています。岡本が今アタックは27分の10決めています。そして染野が23分の4と、まあ、この人がもっと点を取れればというのはあるんですがちょっとそこまで日本大学が許してくれていません。田中ショーン力ブロックの上から決めてきました。下田狙う、ちょっと崩した、水島トスになった、下田長いコースワンタッチあり、ワンタッチあり、下田は富山第一高校出身のプレイヤーです。3年生クイック、ちょっと叩けなかった、旗しっかりと決めています。これで日本大学13点目、消毒のタイムアウトです。いわゆるレフトプレイヤーのバックライト、先ほどは下田、今度は畑、そういったところからの展開が多くなっていますけれども、しっかりと決めている日本大学です。ここ3年間の成績をご覧いただいています。昨年がベスト16で敗れました。その前は準々決勝まで進んできています。昨年はこの日本大学もそうですし順天堂大学もそうでしたが、関東大学リーグ一部の秋のリーグ戦で旋風を巻き起こしていたというチームの一つでもあります。あのシーズンは早稲田大学が全勝で秋のリーグは優勝してたんですけれども、その中でセット率で最後まで競ったぞというのがこの両チームでもありました。染野、水島、上げた、繋いだ、下田、岡本、ワンタッチない、今前にはミドルブロッカーで中谷がいます。金沢はまだ後ろ、前フィック、つながって下田はどうする、打っていったんですがネットになりました。金沢が下がるのが順天堂大学です。代わって松下正明、松下正明も習志野高校出身のプレイヤー、田中翔力も習志野高校出身のプレイヤーです。田中翔力の方が一つ先輩です。松下正明は高校時代に腰の腰痛だったんですけど、腰痛があったので少しスパイクが打てないという時期がありましたが、その間にサーブレシーブを磨いていた選手です。それから今目いっぱい走り回っているのが松下、今映ったのは中谷、ここはブロックになりました。リバウンド取ろうとした下田、ただうまく取れませんでした。小野のサーブ、もう一回下田狙い、折り返し、すぐに入れた、どこできる、ブロード、高橋が待っていた、松下飛び込んでいきましたが、ここは得点、日本大学です。松永のブロードで一つ切りました。谷越、お互いに同じローテーション、これはちょっとネットになりました。順天堂大学9番のオポジットの岡本翔があと2つ前にいるというローテーションです。ネットイン、水島ライト、岡本ワンタッチはある、ない、ここはもう審判同士での確認を取ります。ラインジャッジも呼びます。
どうでしょう。ありました、ワンタッチ。まあ、セッターのキャプテンの小野もワンチワンチ、まあ、ワンタッチあったじゃないですか、そんな反応してましたけれども、得点は順天堂大学にそのまま入りました。先に試合を終えました順天堂大学の女子の選手たちも試合を見ていく。ちょっと近い、ブロックアウト。順天堂大学はですから今年、まあ、男子も女子もともにベスト4準決勝まで進みました。ただ残念ながら敗れて3位決定戦にお互い回りました。サーバー下田、いいコースでした。越えた、ちょっと低いかな、でも上がった。旗、長いコース、染めのが、あ、タッチネット、順天堂大学タッチネット。もう一つ下田、すぐに確認を取った日本大学サイド、フローターだよ、そんな声が聞こえてきました。サーバー中谷、フローターで前を落とそうとしました。前に落としていたら水島も完全に入れなくなってましたが、ここはネットを越えませんでした。松永に代わって神原です。第1セットに続き再びリリーフサーバーでの登場です。神原、長いコース、これは、アウトになってバウンドして当たってましたのでサービスエースではありません。得点は順天堂大学です。これで松永が神原に代わって戻りました。日本大学ヘッドイン、クロス、つながった、松下は打てない、水島最後諦めずに高橋も飛び込みました。ここはうまさを見せました水島、まあ、憧れの選手は以前クビアク選手と話してました。ジャンプサーブ、松下を狙う、ちょっと崩れた、そのまま返す、ちょっと近い、2タッチネットです。近くなってしまったので谷越も切り替えて2で行ったんですが、そのところでネットに当たってしまいました。松下、1枚で長いコースはワンタッチもなし、アウト。タイムアウト、日本大学です。2点差となったところで日本大学タイムアウトです。まあ、谷越も、まあ、こういうミドルの松永であったり西岡であったりの打数今アタックは4本というところになっています。ただ、まあ、効果的なタイミングで使おうという意図があります。アタックの決定率は、まあ、第1セット %台。順天堂大学の方からはリベロの高橋が続けよう、ですからこの戦いを今の展開を続けようという声が聞こえてきました。クイック、ここで見せました、超えました西岡大成。なかなか入れなかったんですが、ようやくアタックで5点目。近い、
押し合いでボールは順天堂大学レフト染野、1点差まで来ました。もう一つ田中翔力、下田ワンタッチ、第2セットの中盤はもう少し日本大学がリードを取ってたんですが、じわりじわりと順天堂大学も追い詰めてきています。追い上げてきている中で西岡が一旦下がります。神戸修馬が入ります。東亜学園出身の神戸修馬です。サーブのタイミングでの起用です、まあ、先ほどは神原、今度は神戸、距離取って長いコース上げた松下、染野、これで西岡が戻ります。染野へのトスを少しずつ小野も増やしてきているという順天堂大学。ここは水島、ブロードブロックアウト、松永亮斗のブロックアウト。東福岡出身の2年生松永です。染野に当ててブロックアウトにしました。先ほどはまあ順天堂大学セッターの小野がサーブ、今度は日本大学の谷越のサーブ、セッターです。さらに染野上げた、マンバ、下田リバウンド、ちょっと戻った、もう1回、今度は3枚、松下上げた、さらに下田、3点差リードは日本大学。でもよく決めました染野。ここは小野がよくリバウンドフォローしました。高橋のトスから最後は染野、守備だけでなく攻撃でもいいプレーを見せてくれました。高橋崩しました、染野のサービスエース。タイムアウト、日本大学1点差まで再び寄ってきました。順天堂大学です。畑と水島の間狙って決めました。大きな声を出すというのは、まあ、この新型コロナウイルスの感染のというところもありまして認められてはいません。ただ、まあ、メガホンを叩いたり太鼓を使ったりというのは認められてますので、今も日本大学に対して、それから追い上げている順天堂大学に対しても熱い応援が届いてます。今度は前、けれどもタイムアウト取って、その後に西岡、今度は松永、澤田を使います。サーブが下田、前に澤田、セットポイント日本大学、フローターにした、クロスに決めました。これで水島が戻りました。サーブは中谷、前にですから田中翔力、
岡本も前にいます。松下も前、深いところ狙いました。クイック、染野が上げたんですが、得点は日本大学です。コースには入ってた染野、日本大学、順天堂大学の追い上げをこの第2セットなんとか振り切りました。セットカウントは0対2、日本大学勝利まであとセットを1つとしています。第1セットもそうでしたし、この第2セットもそうでしたけれども、本当にどちらが取ってもおかしくないような、まあ、そういう、まあ、展開になりました。この第2セットは序盤から中盤にかけては日本大学がサーブのところの攻めもありまして、うまくリードを取っていきました。まあ、順天堂大学は少しサーブレシーブも乱れる中で、まあ、相手にチャンスボールを与えてしまうという中でも、よくその後拾い直して展開するというのがありました。下田がここまで総得点が16になっています。アタックは今34分の15、畑俊介が、まあレフトの対角になりますけれども、まあ、彼も27本アタック打っています。で、畑がすごいのは6点アタックで取ってるんですが、その、まあ、27本のうち継続が19、まあ、ですから、まあ、リバウンドにしっかりとつなげているということでもあります。下田もアタックの継続、リバウンドでもう1回というのは15回あります。まあ、そういう、まあ、もちろんバチンと決めるとかっこいいのはかっこいいんですが、もう1回粘ってというところを、まあ、日本大学もそうですし順天堂大学も見せています。では第2セットを見ていきましょう。順天堂大学もこの第2セットをまず取り返そうという中で始まりましたが、序盤から中盤にかけて日本大学が第1セット取った勢いに乗ってそのまま走っていきました。下田、それから先ほど映りました水島の得点というのもありまして、さらにそれに肩サイド陣がしっかり点を取っていったというのが日本大学でした。一方の順天堂大学もこの中山のブロックで少しずつ差を詰めていきました。ただタイムアウト取って、その明けに松永であったり西岡であったりのクイックで点を取っていったのが日本大学です。中盤この染野の打数と点も増えたという順天堂大学。ただ最後第2セット、日本大学は松永が真ん中からのクイックで決めて第2セットを取りました。これでセットカウントは0対2、日本大学が勝利まであと1セットとなりました。第2セットの両チームのスタッツをご覧いただいています。ブロックはやはり順天堂大学に3つきました。中谷で止まるというのが何度もありました。サーブでも1つ順天堂大学にポイントが来ていました。この第3セット、続く第3セットは順天堂大学10番の松下正明を最初から使います。染野光との対角に入れます。順天堂大学の女子の方も先に、まあ、女子の3位決定戦がありました。まあ、残念ながら筑波大学に敗れてはしまいましたけれども、まあ、本当に今シーズン練習がいつも通りできない、まあ、いつもよりも少し遅れる、まあ、なかなか集まれない、そういう難しい状況の中でも4位、まあ、準決勝で敗れは、3位決定戦で敗れはしましたが、そこまでは行きました。セットカウントは日本大学染野、残した谷越、それ以上に喜んでたのが27番の松永です。岡本が、まあ、今アタックで31分の11、サーブちょっと崩れて染野がそのまま入る、ワンタッチを取りに行く、万場からクイック溜めて打つ、松永です。少しリズム変えて中谷を翻弄しました。もう一つ谷越、徹底して染野狙い、ライト岡本ブロック、一
1枚で止めました下田。日本大学です。そこで切るこの染野だ。長いコース上げたまんま、やはりいるまんま。下田、松下が上げる、動き直して染野、落としています、落としています。で打ってきましたが、水島、うまく当てた。ローテーションあわやというところでしたが、ここは気づいたので間に合いました。まだ下田です、松永ではありません。染野、ここで染野のバックアタックでした。なかなか染野はバックアタック入れていませんでした。今日ようやくバックアタックで染野点取りました。上がっています、松下。誰よりも一番この人は走ります、松下。習志野高校時代に、少しサーブレシーブがうまくいかなくて苦しい状況の中、この人が入って一気に逆転してそのセットを取るなんてこともありました、松下。ちょっとここは今順天堂大学の方に注意が与えられたようです。苦笑いの小野。中谷のサーブは水島、ちょっと動かした、溜めて下田、中谷が上げる、近い、押し込んだ水島。水島もオポジットというよりはライトに近いようなプレイヤーです。本当にここぞという時には点も取りますし、つなぎのプレーでも貢献しています。松下、ちょっと崩れた、返す、チャンスボールが日本大学に来たが、あ、ちょっとずれた、畑から水島。ああ、先ほどのセットも同じような展開があったんですが、2で打たせようとして谷越飛ばしての展開だったと思いますけれども、ちょっとうまくいきませんでした。谷越つないだ、近い、これはブロックポイントになりました。追いつきました順天堂大学。リバウンド狙った畑、ただヒットしませんでした。もう一つ岡本、水島上げた、狭いがリバウンド、畑ワンタッチ、小野はどこかな、真ん中から染野、フェイント、おお、間に合った中村、こちらもバックアタック、下田。染野のプッシュは、ワンタッチもあったんですが、中村秀春よく上げてました。その後に下田、お、距離取って打ってきた、面白い、あ、ただ決めた田中翔力。今よく上げたのは松下だったと思いますけれども、ロングサーブでちょっと変えようとしたんですが、うまくそれを外しました。最後は田中翔力のフィック、旗残す、染野、レフトへ染野、つながる、もう一回順天堂大学クイック、連続で田中翔力。
先ほどのレフトの好返球というのがまず順天堂大学にとって非常に大きかったんだと思いますが、そこからの連続で一つ前へ町田ネットイン、パタ、あー、よく残した岡本、ワンハンド、小野、持った、持ってしまいました。いわゆるホールディング、ルール用語ではキャッチと言いますけれども、そのプレーになりました小野、まあ、これがですから持ってしまったと判断されました。ちょっとやったんだけどな、そんな手の動きが見えます。小野博文、赤昌力、ここに来て積極的に真ん中を使ってきました小野。下が下田が決めています。この、まあ、レフトレフトという中で谷越がどこで真ん中使うのかも注目。ちょっと伸ばした腕が松永の胸元に入りましたが、松永大丈夫。石岡、松下、崩れない。岡本、この第3セットは松下を最初から入れたというのがサーブレシーブの強化という意味では順天堂大学非常に効果が出ているようです。巻き込んで岡本が決めています。前狙い、畑が決めた。クロスを2人で上げようとしてました順天堂大学。ナイスレシーブ、おー落ちてないが帰ってきた。中谷拾う、岡本フェイント、タッチネット、タッチネット、日本大学です。松永はあと2つ前にいるというローテーションです。パタ、リバウンド、うー、近い、まあ、よくリバウンドもらったのを拾ったんですが、そのボールがちょっと大きくなってしまいました。この動かした岡本、もう一つ染めのがちょっと入れなくなった。もう一回岡本ブロック。ちょっと下に向けて打つしかなくなってしまいました岡本。抜けたら松下でしたが、ここはネットでした。崩した。クイック。アウト。チャンスボールが順天堂大学に来たんですが、ここはクイックアウトになりました。ラインの結構ギリギリなところでしたが、判定はアウトになっています。今度は決まりました。文句なし、真ん中から取ってきました小野。ためて、クイック抜け、日本大学に13点目、第3セットの消毒のタイムアウトです。ワンタッチ、その後小野が触ったんですが間に合いませんでした岡本。ただまだたった1点差しかありません。日本大学は今サーブレシーブの成功率が、まあ、第2セット第3セットは上回っています。
順天堂大学も、まあ、少しサーブレシーブの成功率では上回りました。まあ、ただここまでは第1セットも第2セットも日本大学が取っています。まあ、このサーブレシーブの成功率が低いからすぐに負けてしまうということでもちろんありませんけれども、まあ、そこから一つ目のサーブレシーブうまくいかなくてもリバウンド取って展開してもう一回その中でクイックをやるですとか、あるいはもう一回全員入り直せるようなトスにするとか、まあ、レシーブにするとか、まあ、本当にいろいろなやり方が最近になって本当に広がってきました。まあ、この水島と畑がやってたような1本目のがサーブレシーブかっこトス、そんな展開もあります。超えた、サーブで崩した水島。最後は西岡、タイムアウト、順天堂大学。松下だったんですが、ただ崩れました。ちょっと大きくなりました。このスーパーカレッジバレー、全日本インカレは選手たちにとってもそうですし、監督コーチ陣にとってもそうですし、アナリストの皆さんたち、それから残念ながらベッチ入りはできないけれどもお前ら頼むぜ、そんな声を気持ちを送る選手たちにとっても一つ最後集大成の場でもあります。2点ビハインドは順天堂大学、タイムアウト取ってその後です。もう一つ水島、さらに松下、ちょっと低い、染野、高いところになりましたがアウト。まあ、長いコースを狙ったという判断は非常に良かったんですが、ちょっと切れていきました染野。これでジャンプサーブ、そうですね、松下はまだ前だと思ってましたけれども、これでローテーション回りましたので染野が前に来て松下がサーブです。クイック、足合わせて入りました西岡。順天堂大学も本当にリードブロックでしっかりとついていってはいます。ただ田中翔力をうまく切り返して取っているというのが西岡。田中翔力、水島、マンボもつないだ、下田、あ、運動が取れない。小野ですかね、小野に当たったんだと思いますが小野のブロックになっています。今度はリバウンド取った。レフト近い、押し込んだ下田。オーバーネットはなし。神戸修馬がここで入ります。先ほどはまず神原使うというのがあったんですが、まずはここで神戸を使います。長いが取った松下、岡本、水島入った、畑が飛ばしていった。バックアタック畑俊介、4点差がつきました。タイムアウト、順天堂大学です。一緒だよ、切り返し、つないで切り返し、改めての確認を取りましたキャプテンの日本大学谷越。できることを一つずつ楽しんでいこうという声が聞こえてきました順天堂大学。岡本が14得点、染野が11得点まで伸ばしてきました。田中翔力は先ほどもクイックで連続で使って決めているというのがあります。38本、得点が9。
ちょっと大きくなりました。今できることを、苦しい状況だからこそ走って盛り上げようぜって高橋が、リベロの高橋が走り回ってました。西岡が半べに変わって戻ってきました。日本大学です。ここで岡本が前に来たのが順天堂大学、サーバーセッターの小野。旗が決めた。なかなか連続を順天堂大学は取れません。サーバーこれで谷越、松下上げた、レフトから染野、ブロックアウト。中谷、岡本、松本が今前のローテーションです。サーバー染野、追いかける状況、サーバー攻めないといけないという状況でした。染野、下田がサーブに下がります。畑が前に来ています。アタックラインよりも内側にポトリと落としてやろうというそんなサーブでした。下田、中谷、水島、帰ってきて岡本リバウンド、さらに岡本ブロックタッチ、下田ブロックアウト。ここで日本大学交代です。松永のサーブのところにカッパラを使います。今は岡本がサーブレシーブで染野を外すような形です。クックー、田中翔力のクイックでカンバラのサーブ一つで切りました。順天堂大学、日本大学はこれで松永がカンバラに代わって戻りました。クイック、お返しのクイック、西岡、ここで谷越も真ん中を使ってきました。先ほどはサーブで崩してました水島のサーブです。さらにクイック、ああ落ちてない落ちてない落ちてない、もう一つアウト。これは田中翔力の一つ目は鳴ってませんでした。ですから落ちてませんでした。それならまでもう一回だったんですが、ちょっと切れていきました。サーブは松下、ツー、最後はキャプテン谷越。
順天堂大学と日本大学の顔合わせになりましたスーパーカレッジバレー2020セットカウント0対3日本大学勝ちました。3位順天堂大学が4位ということになりました。最後はこのキャプテンの谷越が自らの2で決めてきました。サイド陣ミドルブロッカー陣本当にうまく使って最後はキャプテンの谷越が取ってきました。コートの中に基本的に入っている4年生というのが谷越1人という中で、まあ、下級生たちも本当によくやりました。 MIP にはキャプテン日本大学の谷越が選ばれました。途中コートに入ってきた5番の澤田亮が、まあ、今日は、まあ、途中から出てきて、まあ、ベンチ入りした4年生選手の中の登録された選手の中では彼ら2人だけという、まあ、非常に若いチームでした日本大学。3年生以下にスーパーカレッジバレー3位というお土産を思いを一つ残して記録を残して大会を終えることになりましたキャプテンの谷越です。澤田亮も途中から、まあ、ワンポイントで出てきてというのもありました日本大学。3位決定戦勝ちまして3位ということになりました。まもなくインタビューです。放送席インタビューです。勝ちました日本大学石渡光一監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。第1セットからものすごい展開になりました、はい、どのようなところが勝ちにつながりましたか。60人の思いをですねコートの選手が仲間につないで、頑張ってくれました、はい、ありがとうございます。今年は特に苦しいことがたくさんあったと思います。どのような思いでこの大会に向けてチームを作ってきたんでしょうか。いやもう本当、コロナからですね、コーチの小沢そしてキャプテンの谷越がとにかく一人ずつ全員に面接してですねこれから復帰に向けて信頼回復をしようじゃないかということでスタートしたも谷越の今回勝利だと思ってます。みんなも本当によく機能してくれました全員が、はい、ありがとうございます。そのような大変な中でチームの戦いぶりいかがでしたか。はい、練習してきたことが十分に発揮できたかなと思ってます。まだまだ課題は多いんで、昨日なんかもありますんで、まあ、これから上を目指すには大きな課題とまたいいところはたくさんあるんで伸ばしていきたいなと思ってます、はい、では最後に画面を通して応援してくれた方に一言メッセージをお願いします。はい、もうコロナからですね大学関係者そしてまた寮の方から本当に保護者そしてまた高校の先生方もう多くの人にご心配をおかけしまして本当に申し訳ありません。ただこういう形でですね皆さんの力で、こういうふうに恩返しする結果となって3位ということになりました。ぜひともまた今後とも応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。石渡監督でした。石渡監督も話されてましたが日本大学は、まあ、秋の大学リーグ戦っている最中少し新型コロナウイルスの陽性反応者が出てしまうという、まあ、少し厳しい状況もありました、まあ、その中でリーグ戦も途中少し断念するということもありましたが続いて MIP 谷越洋介キャプテンです。おめでとうございます。ありがとうございます。3位が決まりました。まずは今の気持ち聞かせてください。もうとても嬉しいです。もうその一言に詰まっていますね。はい、
今年ここに来るまでにいろいろなことがあったと思います。今監督さんからも名前が挙げられていましたけれども、キャプテンとしてまた選手同士でどのような声を掛け合って乗り越えてきたんでしょうか。今年、バレーボールができることが当たり前じゃないことを本当実感して、でいろんな人のサポートとか支えがあって、こうやってバレーボールができて、こういう最後もう最高の形で終わることができて本当に感謝しています。そんな中で戦った今日の試合、勝因はどんなところでしょうか。もう後輩たちがパコパコスパイクを決めてくれたおかげで勝ったと思います。そんなメンバー、チームメイトに今伝えたいことはどんなことですか。ありがとう。ではキャプテンから会場の皆さん、そして画面を通して応援してくれた皆さんにメッセージをお願いします。はい、本当自分は1年生の時から先輩方にいっぱいお世話になって、で4年になっても後輩たちにいっぱい支えられて、本当にいろんな人に支えられて、コートに立ってこういう代表してこういう賞を自分がもらっただけで、本当みんなで勝ち取った3位で本当に感謝しています。みんなありがとうございます。ありがとうございました。谷越キャプテンでした。ありがとうございました。先輩たちに1年生の時からは支えられていた、そして今最高学年の4年生になってからも後輩たちが助けてくれた、支えてくれた、そういう声が聞こえてきました。キャプテンの谷越です。本当にさまざまな選手であったり、さまざまなところでのつながりというのがあって、いろんな思いがつながっての日本大学3位ということになりました。これから町内表彰式が行われます。
スーパーカレッジバレー2020男子の3位決定戦、順天堂大学は敗れましたけれども今大会4位ということになりました。一方で日本大学が今大会3位ということになっています。改めて両校応援席の元への挨拶です。両チームともにコートの中がほとんど4年生というわけではありませんでした。今順天堂大学の方もキャプテンの小野が少しお疲れ様というところを受けているのがありました。日本大学はこの試合勝ちまして3位ということになりました。では第3セット見ていきましょう。もう後がなくなったという中で順天堂大学の第3セット攻め込んでいきました。ただ日本大学がこの水島のネット上のうまいプレーであったり、さらに効果的に谷越が見せてきたクイック、それを松永、西岡というところがしっかり決めてリードを広げていきました。加えて終盤、3セットの終盤になっても旗であったり下田であったりサイド陣の決定力もすごく落ちるということはありませんでした。最後はキャプテン谷越2で決めて勝利を掴みました。セットカウントは0-3、日本大学が勝利。スーパーカレッジバレー2020男子の3位となりました。勝利の記念撮影を行っています日本大学です。セット通じて第3セットまで3-0でしたけれども、その数字ご覧いただいています。ようやくの笑顔がはじけている日本大学です。順天堂大学小野は、次はまた V リーグの舞台でのプレーというのが待っています。岡本の目には涙もあります。次は彼らが最高学年になるという代になります順天堂大学。最後は勝って笑って終われた日本大学、準決勝までは行った、ベスト4までは残った、ただ悔しい思いをしたという、そういう順天堂大学と、勝利の日本大学、また来年、無事にリーグ戦が行われるというのであれば、またこの両チームの対戦も非常に楽しみになってきました。順天堂大学も今撮影を行っているところです。スーパーカレッジバレー2020男子3位決定戦まで終わりました。これで日本大学3位となっています。決勝は明日行われます。大会3連覇中の早稲田大学に日本体育大学が挑むという構図になってきました。早稲田大学は今大会まだ一つもセットを落とさずに勝ち上がってきました。日本体育大学の方は、それと比べますと少し接戦ではありますけれども、ただ王者早稲田大学に対してどう挑むのか、そして勝利の涙を流すのは、笑顔になるのはどちらのチームになるのかというところにも注目をしていただきたいと思います。順天堂大学の悔しい思いも次の後輩たちに受け継がれるでしょう。谷越の思いというのも、4年生の思いというのも、また日本大学後輩たちに受け継がれていくことだと思います。スーパーカレッジバレー2020男子3位決定戦は日本大学が勝利、3位となっています。ダメです、白煙が出ます。